高速バス 744-2952JR 九州バス株式会社は九州のバス事業者の一つで九州旅客鉄道の100%子会社である本社を福岡県福岡市博多区片菓子2丁目22番2号に置く高速バス一般路線バスのほか、貸切バス事業や定期観光バスの運行も行っている JR 九州バスの高速バス事業は 博多バスターミナルを拠点に、福岡市と、おおむね 300km 圏の都市を結ぶ路線を、中心に運行している。中でも福岡市から広島県、山口県への高速路線は、福福号を除き、いずれも、JR 九州バスが運行に携わっている。また近年では、2011年3月の九州、新幹線全線開業に伴う、B、B&S 宮崎号、 2014年の東、九州自動車道全線開通に伴う、ひむか号など、博多を拠点としない、都市間路線の運行も行っている。一般路線車338-0922、一般路線車334-2904、一般路線車531-0905詳細は、当該路線記事を参照のこと、九州旅客鉄道時代の路線も含む、 日向高岡駅644-6926、貸切バスの営業エリアは、支店、営業所が所在する4県のうち福岡県、佐賀県、鹿児島県の3県全域と、長崎県大村市、佐世保市、東園木郡である。高速バス、レッドライナーハイウェイ748から04551、路線バス、レッドライナーオムニバス338-1921、 貸切車641-0975現在の塗装は、未東家エイジのデザインによる、レッドライナーのロゴが入った赤一式のデザインであるが、これは、現在の親会社である JR 九州から分社化する、前の1988年に、貸切車で初めて採用されたもので、その後の JR 九州全体で、原色系のデザインの車両が多数登場することになった。 車体に書かれている大きな数字はデザイン番号とも呼ばれデザイナーが二桁の数字から見た目が良いものを選びその中から選択される160台のバスに二桁番号を割り当てたため重複もあるなどあくまでデザインの中の衣装として配したもので車両称号とは関係なく連番ともなっていない側面のロゴは以下のように分類されているシンボルマークは 国鉄バスからの伝統を受け継いだツバメであるが、他の JR グループのバスが、西日本 JR バスを除いて白ベースの車体側面に塗装で、ツバメのマークを表示しているのに対して、JR 九州バスでは、車両前面に、小さな金属製のエンブレムが取り付けられているだけとなっている。国鉄バス時代は、一す三菱不装の車両が多かったが、民営化後は、日の、 日産ディーゼルも増加している。特に2000年以降は、日産ディーゼル車が多く増備されている。また、民営化後には、国鉄バス時代に採用例がなかった、西日本車体工業の車体を仮装した車両も多く、導入されている。一般路線車については、2001年以降は、他社からの譲り受け車のみとなっていたが、2008年より、新車導入が再開されている。 国鉄バスの不番法則をそのまま使用していたが、2004年11月以降の新車から以下のような不番法則に変更された。なお、在来車の改版は行われていない。車体には4桁に省略されて表記されることが多く、この省略表記はドア番号と呼ばれている。省略方法は、基本的にはメーカー、年式、 固有番号の数字から4桁としているが、年式以降の4桁をそのまま、ドア番号として表記している車両も存在する。特に三菱車の場合は、通常の省略方法の場合4000番台となる、ことからこれを嫌い、例外的表記としている。また、省略表記の数字をそのまま、希望ナンバーにしている車両も多い。上記の法則により、 748から05554は、リクライニングシート装備の高速車で、日産ディーゼル製、製造年は、XX5 年で、前扉、空気バネ装備の車両における54号車ということになる。JR 九州の IC カードである守護カを導入している路線はない。農型線全線では2013年4月1日より、西日本鉄道などが導入している。 ニモカを導入しており主語カも、相互利用としては、利用可能である。全国相互利用対象カードであるキーティーカ、スイカ、パスも遠いか、トーイカ、マニカ、イコーカ、ピタパ、ハヤカ、ケンも、利用可能。北札線では、鹿児島市電、鹿児島市営バス、南国交通と、同様、ラピカが導入されている。鹿児島交通などの岩崎コーポレーション各社が、 導入している岩崎 IC カードと相互利用が可能であるが全国相互利用対象カードではなく語り用にも対応していない。嬉野線では IC カードそのものが利用できない。ありがとうございます。